はい、じゃあ、中の方に入って、分かれて座ってください。食品メーカー昭和産業は天ぷら粉国内販売55周年を記念して、来年4月の入社内定者を対象にサプライズで天ぷら作りに挑戦するという天ぷら研修を開催します。一体どんな研修内容なんでしょうか。はい、指定された席に分かれて座ってください。内定式を終え、期待に胸躍らせる内定者の皆さんの前に報道のカメラが待ち構えます。動揺が隠せません。本日はお忙しい中、またお足元の悪い中、昭和天ぷら粉国内発売55周年記念内定者サプライズ企画天ぷら研修にご来場いただきまして誠にありがとうございます。初めて今から、天ぷら粉の研修を始めたいと思います。今日はですね、当社を代表する商品であり、国内発売55周年を迎えます、天ぷら粉を使って、天ぷらをですね作っていただきます。皆さんこんにちは。こんにちは。はじめに新妻社長からの研修の趣旨説明があります。すみませんと言いましたけど、営業の方は意外と関係あるかもしれません。本日はですね、入社内定式ということでご出席いただきまして誠にありがとうございます。今日は日本全国いろんなところでですね、数多くの会社が入社式を行っていると思います。まあ、当社もですね、31名の方にこうしてお、今日ご出席いただいているということで大変嬉しく思います。昭和産業グループを代表してですね、心から歓迎を申し上げます。また皆さん、10月1日って何の日かご存知ですか。東京都民の日でもあります。でもそれだけではありません。まあ、中国の国慶節ってのもあるようですけど、実は10月1日、皆さんご存知、衣替えの日ですよね。まあ、10月1日にですね、季節の変わり目ということで、衣服のですね、衣類を入れ替えるというのが10月の1日衣替えの日です。そして当社において衣といえば何でしょう。皆さん分かっていただきましたね。当社の主力商品でございます天ぷら粉、こちらそのものでございます。皆さんが自分の会社の製品をね、知ってますと、また使ったことありますと、こんなことをお客様にもし言えたらですね、非常にかっこいいじゃないですか。ということもあって、今日は少し早いかもしれませんけど、自社製品の特徴とかね、魅力、こういったものをですね、体感していただくためにですね、今日の企画を、今日の研修を、ね、企画させていただきました。先ほど社長、新妻社長のからもお話がありましたように、続いて昭和産業の天ぷら粉の販売の歴史についての解説です。初めてですね、発売をいたしました。もともと粉を持ってる、油を持ってるっていう会社他にはありませんので、これは組み合わせて、ギフトセットで売ろうじゃないかということで、天ぷら油と天ぷら粉、これをセットにしましてですね、販売を始めたわけであります。おそらく天ぷら揚げたことはほとんどないと思いますが、ちょっと揚げてみていただいたら、お店の味と変わらないものをですね、召し上がっていただければというふうに考えておる次第であります。内定者の皆さんはグループに分かれ、協力しながらエプロン三角巾をつけ準備万端。いよいよクッキングスタートです。天ぷら職人の方をイメージしたよろしくお願いしますあとは泡立て器で混ぜるだけです。続いて昭和産業一、天ぷらを揚げ続けて30年以上の天ぷら名人によるライブクッキング形式によるデモンストレーションが始まりました。エビやナスなど美味しく揚げるコツを伝授。内定者の皆さんも真剣に、そしてにこやかな表情で見つめています。ちょっといつもとは違った変わった食材をご用意しています。そんなものをあげるのというものです。
今日はフルーツですとかデザート類、バンクーヘン、おまんじゅう、バナナ、ぶどう、リンゴ、柿、それから、こちらはまあお野菜とか普通ですね。で、ナスですとかいろんなものをご用意しています。で、シシトウをこのようにちょっとだけ残してあげます。一気にささみのお肉にしそを巻いたものをご用意してます。で、皆さんの分全部用意すると、揚げるだけで1時間以上かかって、終わらなくなってしまうので、数は限られてございますので、どうぞ喧嘩をしないようにですね、やっていただければと思います。みんなバイトとかしてくれる。ありがとうございました。はい、いいよ。これもしやな。なんか言われなくても。これぐらいで大丈夫ですよ。はい、じゃあ、はい、じゃあこの。大丈夫ですよ。調味料取ってくれ、調味料。はい、調味料。これにふさわしい調味料なんですか。ちょっとまだなんだな。伝統に残った。めっちゃ甘い匂いする。すごいね。大体見とく。大体見とく。本当は油が汚れない順から揚げてくる。ね、めっちゃ汚れるかもしれない。どんどん行こう。どんどん行こう。揚げ始めたら次決めて。どうです今、いやもうすごい初めてなんで、もうすごい緊張しますけど、今までに天ぷらは揚げたことありますか。揚げたことないです。はい、はい、揚げてみてどう、自己的に。いやもうすごいなんか新鮮な感じしますね、はい、楽しいです。このグループでやってみて思いたいというか。あ、そうですね、なんか今日初めての子もいるんですけど、全然そんなこと感じさせないぐらいチームプレーがすごくできてて、そうやりやすいです。天ぷらは今までは揚げたことありました。あ、ないです。家に帰って弟はお母さんどんなお話します。でもこんな内定式だったって知らなかったので、まず両親にそこを話したいです。さあ、内定式、そしてこの企画いかがでしたか。はい、私が想像してた以上にですね、内定者の皆さんが和気あいあいと盛り上がっていただいて、非常にいい企画だったと思います。この企画狙いはどんなところだったんでしょうか。一つはですね、やはり内定者の定着率っていうんですかね、これを高めようと、目的意識をね、昭和産業に対する目的意識をきっちり高めてもらおうというのが一つ目的ですね。あとやはり若い人に、この特に今回の天ぷら粉はどちらかというと20代から30代の方をターゲットとした天ぷら粉ですから、若い人たちにその調理する楽しさ、これも知っていただきたいなと、この合わせぼってですね、企画させていただきました。実際に揚げるのも初めてですという、ね、方もいらっしゃいましたが、どうです、印象に残ったところはいかがでした。そうですね、非常に簡単に揚げられるという声が非常に多かったかなと思うんで、まあ、皆さん最初はサプライズでびっくりしてですね、緊張したかと思いますけど、ワイキャイとやってるうちにですね、出来上がったんで、非常に良かったんじゃないかと思います。内定者の皆さんに期待することいかがですか。そうですね、これから、まあ、一つの会社にずっといるかどうかはね、我々の時代とまた違った時代ですからあると思いますけど、やはり自分自身をスキルアップするためにはですね、やはりこれから残された、まあ、期間、まず半年間きちっと自分を磨き上げていただいて、それで社会人の心構えをまず持っていただいて、そして入社していただきたいです。そして入社した後はですね、当然昭和産業だけではございませんので、まあ、当然次の会社に行く方もいらっしゃるとは思います。でもやはり昭和産業に最初入社したこの思い出、ここからですね、やっぱり社会人として大きく育っていただきたい、まあ、できれば定着率は 100% が望みですけどね。秋の衣替えシーズンに合わせて行われた今回の内定者サプライズ企画天ぷら研修、とてもユニークでしたね。昭和産業の未来を託された内定者の皆さんは、来年4月からの社会人モードにサクッとうまく衣替えできたのではないでしょうか。